みなさんこんにちは。今日はですね、じゃじゃん、なんとようちゃんと奈良公園に来ました。というのもですね、今日はなんかこの前企画いいのありませんかっていう質問をしたら、1万円企画が多かったんですね。で、1万円マック食べてみたとか、1万円スタバとか、1万円分のなんちゃらみたいなのが多かったんですけど、1万円分のね食べ物を私が食べるっていうのは非常にリスクが大きいと思いまして、それならば鹿にあげようということでですね、奈良公園にもう一度来たので鹿と戦っていきたいと思います。戦うっていうか、私が一方的に餌をあげるんですけど、あちらはやっぱりお腹を空かせているということで、私の鹿もですね、こちらも一生泣いてて、鹿と仲良くできるかは心配なんですけど、では早速餌を買いに行きましょう。今日は日曜日なんですけど、多分日曜日にしたらめっちゃやっぱり人は少ないんですね。まあ晴れてるけど、天気はいいけど、やっぱり人は少ないということで、鹿は絶対にお腹が空いているということで、私が鹿に餌をあげないと、鹿を助けないっていう使命感ということでね、しっかりあげていきたいと思います。鹿にしっかりで、そう、多分動物に餌をあげている行為をヨーダが見ると怒るんですね。多分怒るっていうか拗ねるから、ヨーちゃんとかにもお団子とか買ってあげようと思います。あの1万円買おうと思って、1万円札入ってなくて1000円いっぱい入っとって、数えたらなんと1000円足りんくて9000円しかなかったんで、ちょっと1000円はすいませんってことで9000円分買っていきたいと思います。ちなみにようちゃんしか怖がって、現地メディアによりますと、今日午前奈良公園で鹿のように見えた犬が本物の鹿から暴行を受けかけました。手であげてね、9000本、っていうことは45回ね。うわ嬉しい、ありがとう。入るかな、入らんかった、もう一個袋あるから。いや、みょんちゃんが狙われてるみたいな感じ。これで15個、あと30個ね。ありがとう、ありがとうございます。ちょっと待って、これはやばい、やばい、これはやばい、ちょっと待って、やばい、やばい、みょんちゃん、速報です。また奈良公園にて鹿が女子大生のお尻を食べる事件が発生。ローちゃんが狙われてる。ちょっと待って、ローちゃんが危ない。これは、え、鹿って犬嫌いなの？ちょっと噛まれた、お尻、ここ噛まれて痛いし、ようちゃんかわいそうし、やめたったよかった。あげたいんですよ。この前も言ったけど、1枚ずつあげたいのに、もう鹿同士で喧嘩始まるからさ、とりあえずこれをゆうちゃん食べる？嫌い？さっきあげさせてみて、すんごい大群になってるね。だからあくに行って撒き散らしてあげようと思います。9000円か、45個あってんけど、今1袋なくなって、全部1袋15個入れてもらったから、僕15個もなくなってもらった。スピード勝負になってまうわけ。1000円分の鹿せんべいを一気にあげたら鹿はどうなるのかっていうね、検証みたいなのを兼ねてますので、もうようちゃんは初めて鹿を見て興奮してます。でも一気に急須、この巻き散らすの無理やから、やばい。
ると鹿はあかんってことやな多分やっぱりなお腹空いてんねん鹿もうなみんな追いかけ回されてるから。ではここから壮絶な時間の始まりのため緩やかな音楽と緩やかなナレーションでお送りしていきたいと思う。序盤から鹿同士の紛争が始まっていて、こちらの精神も追いつかなかった。3匹程度なら半時計回りにうまく操ることができた。しかし2匹増えた時点で太ももを食べられる始末。私の統率力はここまで。距離を詰めて手渡し餌やりがしたいものの、鹿は嫉妬深いのか嫉妬の反撃がすごい。そのため投げることで全員と一定の距離感を保つ必要がある。気づけばもうさくら鹿に人気のレベルじゃない。集団リンチを食らっている。時折しれっと下半身をかじってくる鹿がいる。こんなに四方八方から視線を集められたのは人生で初めてでした。以上、統率力レベル2のさくらのナレーションでした。はい、ということでですね、とりあえず飼った餌は全部もうさっきここに集まった鹿に全部あげれたんで任務は終了したんですけど、ようちゃん連れてきたのだけが間違いやったかなって感じです。また動物と触れ合う系の動画が撮れたらいいなと思います。やばいよな鹿が。でも餌がなくなったって分かったらすぐおらんくなるんよ。餌あげたら落ち着くけど、落ち着くのは一瞬やで、マジで一瞬で欲しがるからすごいスピードであげないと満足してくれへん。前も言ったんですけど、ということですね、ぜひね近畿地方に来たらぜひ奈良公園に鹿に餌をあげに来てあげてください。うんこがいっぱいあります。